ちゃらな情報、わっちゃらな情報。リモの皆さん、こんにちは。僕はジャキちゃんです。今日もジャキ映画初心者、そして見たことのない人のためにジャキちゃん映画ご紹介します。今日の映画はこちら。ドランクモンキースケン。カンフーものでは一番有名かな。ね。では紹介していくよ。まず、ジャキーちゃん、日本公開第1作目ね。そして、モンキーパンチ先生のイラストのポスターが有名です。そして、モンキーシリーズ、スネーキモンキージャケン、ドランクモンキースケン、クレジーモンキーショケン、これはどうかな、カニムグモンキー、天長剣、ね。この中4作あるね。でも、ジャケンが大ヒットして、数件が作られた。なので、これは、姉妹的作品って言われてますね。そして、ショケン。これは、3作は、モンキーパンチ先生のイラストを使って宣伝してます。クレジモンキーは違うね。スネーキーモンキージャケンが、香港でヒットして、この数件が作られました。だから数件の中でもファンサービスで邪剣を出してます。そういうとこありますね。後で説明するよ。これ数件見るときに、僕最初見たときはこんなこと思ってなかったけど、見てて、これ覚えてたら、もうちょっと見やすいのかなって思うことを言うね。ウォン・フェイフォンがジャキーちゃん主人公です。ウォン・フェイフォン、コウ・ヒコと思います。これは実在する武術家兼お医者さんです。そして実際は人格者で聖人君子。中国ではとても有名な人でも、日本では全然知られてない人ね。ジャキーちゃんさんが演じると、この人格者聖人君子も悪ガキになっちゃいます。そしてウォン・フェイフォンを演じた人はまた別にいて、このジャッキー・チェンさんがやる前は元いたけど、今の時代僕とかが知ってるのはジェットリーさん、 Once Upon a Time in China、 そしてサモハン・キンポーさんは80 Days で演じてますね。80 Days はジャッキー・チェンさんも出てますね。これは共演してます、サモハン・キンポーさんと。 OK。 で、主人公コウ・ヒコ、ウォン・フェイフォンのお父さんウォン・ケインさんね、ウォン・ケインさん、そしてお師匠さんソ・ハイさん、日本ではソ・カシさんって言った方が分かりやすいね。この2人は関東十校、関東十傑っていうの、読み方ちょっとわかんないけど、関東十校、関東十傑、どっちかの読み方で言われてます。これは関東地方で巧妙な武術の達人10人が虎のように強いという意味を持て付けられた名前ね。だからその中の2人、ウォン・ケインお父さんとお師匠のソ・ハイさんは2人ここにいる人たちね。だからウォン・フェイフォンのお父さんはとても強い人っていうのをちょっと頭入れといてください。ドラゴンボール数件を見るときはこの3人だけの関係性と社会的地位をちょっと分かっていると見やすいね。映画の説明ね。真似したくなるアクション。やっぱりね、ジャッキーちゃんの映画って言ったら、小学校の時見たらやっぱり真似してましたね。だからこのドランクモンキー数件も真似したくなるところたくさんあります。それっていうのはやっぱり面白いってことね。まずは若先生が、若先生って人とちょっと戦うの。その人が刀持ってジャッキーちゃんさんにこうウォン・フェイフォンに向かってくるんだけど、それをやっぱりこうこの切れ味を見せるために
髪の毛が切れたり野菜が切れたりするっていうシーンはやっぱり真似したし面白い。見せ方としても面白い。髪の毛切れるのとか今でも使うね。そしてその若先生をもうネタバレするけど倒しちゃうね。そしたら仕返しに来てその若先生の道場のお弟子さんが張さんって言うんですけど、張さんがそウォン・フェイフォンにを殴る蹴るやるけど、その時にジャッキー・チェンさんはウォン・フェイフォンはこうジャケンを使う。ジャケンの時ウォン・フェイフォンじゃないけど、これはここで大ヒットしたからファンサービスで見せるっていうジャケンも使います。そしてやっぱり真似したね。アクションじゃないけど罰を悪いことすると罰を受けるね、ウォン・フェイフォン。そしたらこういう大間の構え膝曲げて空気椅子の状態で手出して大間の構えをします。まあそれはいろいろあって、またその後に罰を受けるんですけど、こっちの罰の方がもっとひどいね。でも真似できないぐらいの罰ひどさ、これ受けます。でも皆さんこっちの方あまり覚えてない。こっちの方がものすごく絶対しんどい。そしてソハイのとの出会いの時、ソハイがOK こうタオルね、タオルを使ってやっつける。その時に最初こう指の上でこう回す。ちょっとできないけどこう回すね、こう回すのとか、こういうのとかを真似しました。そしてやっぱりケンシリーズドラッグも奇数件といったら宗教のシーンね、もうものすごく真似しました。大きな亀の上乗ってこう水を汲み替えたりとか、腹筋足が上になって腹筋するとか、くるみを割るとか、腕立て伏せとか、演舞とかね。もうこの辺はもう見ないとわかんない。もう毎回言ってるけどアクションは見ないとわかんない。だから絶対見てね。もうざっと言うとこんな感じざっと言いすぎね。あんまり言うとネタバレするし、見てない人にはネタバレしちゃダメ。そしてやっぱり宗剣2、宗剣あって宗剣2ありますけど、これだいぶ時間空くね、公開から公開までは。なのでどっち先に見るかは、僕はやっぱり宗剣から見たんです。宗剣2、宗剣2はとてもまた見やすくなって、こっちから見てこっち見直すのもいいと思います。でもねやっぱり宗剣あって邪剣あって正剣あってっていうこういう昔のから見てこっち行く方が僕はいいと思いますよ。かなりざっくりしじゃね。でもねあんまり話すともう全部話しちゃう。正直話の内容的にはそんなにない。ソハイの役のユエン・シャオティエンさんはこの時確か65歳か66歳ね。今のジャッキー・チェンさんと同い年ぐらいで、こんだけ動ける、ジャッキー・チェンさんも動ける、その見比べとかもで聞いてとても面白いと思います。真似したと言ったら敵の無影拳、パパパパパパ無影拳そういうのとかもあります。今日ご紹介した映画はドラッグモンキー数件、これ上映時間も102分でまた見やすいね。だからこの機会ぜひ見てくださいね。今日はこんな感じではお家でジャッキー映画ぜひ見て、じゃあまたね、バイバイ。